チャオ、あちゃんです。今日はね、何日や、チャオ、今日20日や、2月20日、焼きそばします。僕はね、焼きそば行きましょう。寒い。キャベツ。まあ、基本ね、キャベツとか人参とか適当な野菜を。使いましょう。あんまり子供食べへんからね、野菜ね。まあ、あっちゃんがほぼほぼ担当やもんね。今日買い物行かんとあかんからね。もうメイン食材がなくなってさ、山はもうめんどくさいし、あそこ行こうかな。中尾さんのところで鶏買って、ハイバナのサンクで鶏買って、サンクはね、阿波踊り売ってんのよ。で、梅鶏かな、和歌山の紀州梅鶏も確か売ってたような気がするね。やっぱもう自撮りじゃないとね、ダメ。よいしょ。おいしい。新鮮な野菜は美味しいわ。ね、人参。新鮮な野菜が美味しい。ヤマトマナ入れたら奈良の地野菜、ね、ちょっとこれはね、ひなびてる新鮮じゃないけど、まあね、これは安心して食べられる無農薬のね、ヤマトマナちゃん、はい、奈良の地野菜です。あ、切ってるとこ全然自分の顔映しちゃったまあ、あちゃん見て楽しんでください。ではこれって言ったら、ほうれん草ですってね。ほうれん草はね、おひたしだけってイメージが強いけど、あえてこういうのに使うっていうのもね。よいしょ。ほうれん草はね、アクが強いんで、まずよく洗う、位置がね、よく洗うことと、ほうれん草はね、大きめで炒めます。あのね、ほうれん草ってね、シュウ酸が出んねんけども、塩とかね、カルシウムが ついてくるとね、シュウ酸止まるんで、そのまま炒めても大丈夫。ただ、その、おひたしとか食べるときは、下処理じゃなあかんねんけどね。まあ、いいです。作っていきましょう。はい、では作っていきましょう。まずね、油を入れて、炒めます。まあ、豚肉をね、食べたいので炒めましょう。ここで炒めてます。ここの豚、きれいしね、次は桜井のね、大桑の前の、なんや、なんとか市場、鳥取ちゃうわ。なんか、持ち寄りのとこみたいなところの奥に、石本さんと見てたんだけど、そこのお店なんですけど、豚屋に行くんですね。そこのね、和豚がね、切り落としやねんけどね、切り落としで、90円やね、99円やね。だから、99円だかな。なんかそんなんやんだった。90円と90円ね。なんか10%、もう、10% かな、こっちは8%なのかな、定期に入ってるのかな、わからへんけど。90円って書いてある。税抜きでね。この豚すごい綺麗ですね。美味しいですね。やっぱりね、切り落とし豚肉で言うと、国産。切り落としって結構こうやって使えるから、安いって言うんだけどね。国産に限ります、やっぱり。国産にはないですね。豚さんは、ヒマラヤ団子を軽く敷いて、さらに排水性に火を入れ、小さじ半分ぐらい、これぐらい
途中の味見です。で、赤ちゃんの食べる前にお腹痛くなるからね。で、マイクつけてへんから、なかなか音入れへんからね。マイクね、ノイズが強いって言ってるから、ちょっと外してみる。多分声が入ってないと思うね。どっちがいいですか？マイク付きと、ちょっとあったかで。今ちょっと大きめに喋ってるけど、そんな大きく喋れませんね、確かに。だからどっちがいいでしょうか？ノイズがあるけど、マイク付き方がいいですか？ノイズない方がいいですか？これありません。完璧。その後ほうれん草入れます。でほうれん草にね、ちょっとね、岩塩をバラ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 と。で、海水と塩を、小さじ半分ぐらい。まあ、ほうれん草メインにね、あと他のところにね。だから肉はトータルで、肉も入れてね、トータルでね、肉はちょっとがっつり味付けたいんで、一回、最初にガチッと味付けずに、小さじと、あれ、ヒマラヤね。ヒマラヤね。で、あとで小さじと、トータルで小さじ1入ってる。と、ヒマラヤね。で、しんなりしてきてね、塩がね、溶けてきたらね、溶けてきたら混ぜ合わせる。油で混ぜ合わせる。これで水産だいぶ抑えられるはずです。水産食べてるとね、尿道結石とかになるからね。一応のね、鍋の時にも入れてしまおう。鍋のね、野菜もったいないんでね。食べに、すぐ入れてしまおう。こういうところがあっちゃんに。残り物をね、無駄なく使おうと。ね、これがあっちゃんのコンセプトです。はい、それでね、塩が混ざって、野菜が混ざって、うまみが混ざって、いかがでしょうか。うん、おいしい。キャベツにも味が入ってるかっていうのは大事だね。このままね、野菜炒めたらおいしいです。上の味付けにしておきます。お母さんはどうかな。うん、完璧だわ。豚美味しいな、ここの。何回も言ってもね、お肉はね、本当にいいの。全然違うからね。どっちかな、豚なんだ、ここ。ちょっと豚も減らします。次回ですね。ワンパック3玉やね。
なんか噂ではね、子供がね、おって、子供、今の大体日本で2人家族って、2人子供でしょ。で、4人家族がおるでしょ。で、昼間にね、お父ちゃんがお仕事行っておらへん時、お母ちゃんと子供と3人で、サンダバっていう寮でサンダバらしいんだけどね。前そんなこと聞いたことがあるんです、子供大きくなったらサンダバでは足りません。はい。で、お父ちゃんが全員、外で食べるとは限りません。あれです。自営業の人もいて、あっちゃん自営業やからね。お父ちゃんがいつもご飯一緒に食べるのが当たり前やからな。結構だから、家族全員で一緒に食べることが多かったからね。だからサラリーマンとかね、ちょっと分からへんね。でも、ね、一般家庭はサラリーマンが多いからかと思うと、簡単なのよ、ね。プリンとかでもそうやし、全部3つセットでしょ、納豆でも。意味分からへんね。でこれね、2玉買ったら、2セット買ったら6玉になると。で、今度またね、3人家族、4人家族が多いんだよね。なんか中途半端やね、これはね。160円でしょ。だから50円でしょ。そばを45円でソース 5円ぐらいいたりとかさしたらいいね。そばもそばとソースとセットにして1玉で50円ぐらいいたり、ほぐれてきたらね、名目にね、先入れても美味しいんだけど、今回はもうナチュラルにしましょう。ほぐれてね、できた天ぷらのトマトを使って結構ね、好きやね、頭の中で美味しくてね、好きは好きやね。やっぱりね、このセットちょっと高いね。なんかいつも安いね、10円ぐらいのそば買ってみてくれてて、ほんまにお金がなかったからね、トマトを使って床に食べたくない。体には毒やと思うけどねまあソースはね、なんともなんともね、日本人は醤油を使いましょう。だからあっちゃんちはね、ほんまに醤油で焼きうどんするでしょ。あれは体にいいはずです。まあ、うどんっていうところでどうなのかってあれね、なんとも言い返すことはないけどね。うどんはね、白い粉の塊やからね。基本白いものはどこやと思ってください。で、あとはね、茶色いものは美味しいと思ってください。彩り関係ないです。彩りよりも体にいいかどうかです。彩りに人参を入れたりパプリカ入れたりするけど、そうじゃなくバランスのために入れるんだよね。彩りのために入れるんじゃなくてね、そこをね、まあ、同じ入れることも同じやんだけど、理解と入れるのと理解と入れるのでは違うんだよね。で、国が言ってる約3カップの食事、あれ間違ってました。国が言うこと大体間違ってるからね。体壊そうと思ってる。ね、国民はね、体を悪くしようと思ってやってる方が多いからね、ちょっと気をつけてくださいね。だからあっちゃん、洗脳って言葉をね、使うとどうなったの言われるけど、ほんまにね、洗脳されてんのよ。だからね、本場のこと調べると、全く国が言ってることなんて真逆のことが多いのよ。国民になんでそんなことするのかなってね、気づくんでね、本当に気づくんと気づかないので全然違うんだよ。だから野菜を食べないといけないとかさ、毒食べんのやから。野菜なんて食べるのがマシやし、無農薬の野菜食べるんやったら多いに食べてください。野菜は大事です。でもね、今普通に手に入る野菜は毒ですからね、まあ、県が指定する農薬の量なんか見たらひっくり返るよ。あんな見て野菜食べられんくなるからね。みんな真実を知ると怖くない、怖いけども真実を知るか知らないから、
さあマイク聞いてんからこの声が入ってるかどうかです。さあ食べましょう。食べましょう。